バルティスラフ一世は、ポメラニア公国の初代統治者で、グリフ朝の創始者。1120年から1123年までに、バルティスラフは、ポーランド王ボレスワフ三世に服従、ポーランド王国の風神となった。ボレスワフは、神聖ローマ帝国に対し1124年と1128年に、長廷して、バンベルクの夫を司祭を、ポメラニアに派遣して、この地を、 キリスト教家するように頼んだ。オットーはそれを1128年にやり遂げ、ポメラニア公国はウーゼドム島でキリスト教に転校した。バルティスラフは1128年8月25日にバイエルンザクセンのハイラと結婚した。彼は1134年から1148年の間に殺され、公国は弟のラティボル一世が相続した。バルティスラフは 現在のオストフォアポメルン軍のシュトルペで異教徒によって殺されたと言われている。そこには彼の伝道の記念に十字架の彫られたウォーティスロースタインという岩が残っている。バルティスラフ記念教会ラティボル一世が建てたシュトルペ教会バルティスラフ記念碑の近くにある。ありがとうございます。